皆さんどうもこんにちは、サイクルボーイズのヒカルです。加藤陽平です。はい、じゃあ今日はですね、ズイフトをやっていきます。じゃじゃん、あの誰になるんでしょう。ピストバイクでやっていきます。クラシックトレーナー3本ローラーみたいなやつか、手元で負荷を変えられたりとかのやつでやっていきたいと思います。僕がレースします。で、登れるとこまで登ります。ロードだったら普通はギアを変えない、ギアを変えて登るんだけど、変えない、変えられないです、はい。皆さんがあの想像してるのって、パワーメーターないぞとか、そういうなんか結構か10万、20万とか払ってやるやつなんですけど、まあ、大体これ相場で、まあ、3万、4万ぐらいかで買えるやつに、あのハブの中にこれ速度センサーで、で Bluetooth で繋がっている紐をパソコンにつくんです。で、これで入力してもらってます。実はこれだけでできちゃうんで、多分これが今最安値かな。ハブのセンサーがあの2000円、 Bluetooth センサーも2000円。 Zwift のホームページにこうこのパソコンだったら動きますよっていうスペックが載ってるんで、それ参照にしていただければ、あとはピストじゃなくてもマウンテンであり、あのロードバイクでも全然できるんで。短くていい、短くていい。いや、挫折を見越してる。短いのじゃあそれで大体10分ぐらい。どけ邪魔だ邪魔だ。この息遣い伝わる？俺の伝わってないでしょこれ。1キロ2分30明日とか入んねえよお前。一応ツイストランもあるから、ツイストランの方が俺多分見てるよ。これ登ってる？これえ、これまだ登ってない。嘘でしょ、平坦。登ってんじゃん。1%、 1%。 どこにある？ 1%、 この葉のここ右上 0% じゃん。待って、マジ全然さ、速すぎるって。まもなく限界を迎えます。ピスト、そのことでしょ、これなるなら、しまって下りれば、ちょっと続いてきた。いやー、シャドウ緩んだだけ。あと、いいぞいいぞ、あと10秒9 8 7 6 5 4 3 2 1。ああ、いいよ。明日もやらない。ピストでちょっと登ったらどうだった？二度とやらない。ギア変えらんないの、マジきつい。やっぱし、そうだよね。休めないから死ぬ。これじゃね、何キロ集めた？4周。ああ、いいね、12キロ。じゃあこれで行こう。ちょうどいいわ。じゃあ俺一番下から一番下でいいよね。3 2 1、スタート。あー、ちょっと今登ってるね。ここ頑張りのとっすね。登り、今登りだね。さっき7パーまで行ったから。あー、いいね、いいね。どっかで下るんじゃない？コース的にこれ。そうですね、あのいきなり心拍が多分バグってますね。240。メディック。これ多分人間じゃない、240。メディック。意地でもみんなついてくると思うけどな。あと1キロ。いいっすね。あ、奇跡だ。いける。200。いけるよ、いける。我慢。あ、いける。あ、やすと。あ、最後5回転、見えてきた。さあ、見えてきた。ゴールだ。いったんじゃね。あ、逃げろ。19に取った？16じゃん。19じゃん。11だ。ああ。19だ。おお。ああ。ああ、でも。ずいしてやるのに、これでも全然いけるね。いや、いけない。あ、違う、あの、ほら、機械的な問題。機械的な問題はね。でも俺は二度とピストではやんないけど。ごめん、あの同じく。ズイフトピストでレース出ちゃダメ。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録とこの動画面白かったらグッドボタンよろしくお願いします。ではまた、バイバイ。